それでは質疑応答に移りたいと思います。はい、それでは囲い選手から、はい、前の方から順番にお願いいたします。持ち味は高さと身体能力とフィード力だと思ってます。それにプラスして、私生活からすべてポジティブにやれるところが自分のいいところかなと思っているので、まあ、グラウンドでもその他でもチームを盛り上げて一つの方向に向いていけるようにまとめていけたらなと思ってます。持ち味は両足蹴れることとあとは後ろからのビルドアップです。まあ、このチームに来て、まあ、しっかり守備っていうところに自分と特化して成長したいと思っています。自分の持ち味はゴール前のところと得点だと思っています。まあ、それをしっかりチームで出して、得点が少しでも上げれるように頑張っていきたいと思います。自分の武器は前への推進力だったり、まあ、そこの最後の攻撃の、まあ、クロスだったりパスだったりチャンスメイクの最後の質だと思っています。まあ、J2 という舞台で壁にぶつかることもあると思うんですが、まあ、自分の良さはコツコツ努力を積み重ねる姿勢だと思っているので、そうやって壁にぶつかっても、まあ、努力を惜しまずこの松本山雅で、まあ、一緒に努力を重ねて少しでも成長できるように頑張っていきたいと思います。自分の持ち味は特に苦手としているプレーはあまりないことですかね。なので、まあ、新しい監督の下でどういうサッカーになるかっていうのを、まあ、しっかり、まあ、学んでそれを自分の特徴と、まあ、噛み合わせていければいいかなというふうに思います。自分の持ち味は高さのあるヘディングと左足のキックです。このチームで伸ばしていきたいと思っているところは守備の選手としての安定感の部分を伸ばしていきたいなと思っています。自分の持ち味はドリブルからのシュートで、まだシュートの部分で決定力が低いのでそこを松本山雅で上げていけたらなと思っています。自分の持ち味は両足からの精度の高いパスと得点に絡むようなスルーパスだと思っています。松本山雅に多分自分のタイプはいないと思うので何か変化を与えられたらなと思ってます。そしてどこのチームに行っても自分のストロングポイントは伸ばしていきたいなというふうに思ってます。自分の特徴は対人の強さ、カバーリングだと思ってます。しっかりリーダーシップ取るように頑張ります。ありがとうございました。続いてご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。まあ、自分、まあ、J3 でずっとやってきて J2 という舞台にすごく憧れもありましたし、まあ、チームに残るっていう一つの選択肢もあったんですけど、まあ、布監督が、まあ、呼んでくれたっていう部分もありますし、まあ、新しい環境で自分自身チャレンジして、まあ、新しい環境でも生まれるっていう、まあ、ことが自分の成長にもつながると思ったのでまず松本山雅に来ました。で、まあ、松本、まあ、山雅に田中選手だったりベテランの、まあ、多くの先輩方がいますけど、まあ、そこを、まあ、自分の若さだったり、まあ、自分のプレースタイルで、まあ、生き生きとしたプレーで逆に周りにはない今までにない松本山雅の右サイドバックっていうのを新しく自分が作っていくぐらいの気持ちで頑張って挑戦していければなというふうに思っています。ありがとうございました。ご質問他にある方いらっしゃいますでしょうか。昨年度は先ほどおっしゃっていたように、水本選手にはすごくお世話になっていて特によく学んだ部分はポジショニングの部分をよく聞いていました。守備の時における自分実際ルヴァンカップの時にクロスの対応で失敗していてで練習試合でも何度もそういうシーンが散見されていたんですけど自分の中でポジショニングっていう部分がすごい課題であってそこの部分をよく水本選手だったり橋内選手だったり飯田選手もそうなんですけど守備の選手によく話を伺っていました。自分としてはそういう経験を今シーズンをもっと生かしていきたいなと思っています。以上です。
では続きまして、せっかくですのでファン・サポーターの皆様からもご質問を、受けたまりたいと思います。無茶ぶりですけどやっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。いきなりの一発芸はさすがにちょっとハードルも高いかと思いますが、はい、いやなければいや、本当に、はい、意気込みでも何か僕っすか。いやご指名でしたが、まあ、さすがに、はい、今年は上の方だと思うんですけど年齢的に、はい、まあ、どっかタイミングがあれば用意しとくのでその時で勘弁してください。印象としては、アビスパ福岡の時に一回敵チームとしてアルビンで対戦してて、もう本当嫌な雰囲気というか嫌なイメージしかなくて、敵としては。でもそれを、まあ、先他の選手も言われてましたけど、味方につけれるっていうのは本当に心強くて、あそこでプレーするのを今からとてもワクワクしてます。で、家探したりするのに早めに松本に入ったんですけど、自然がすごくて、今まで東京、大阪、福岡とこうビルばっかりの街で過ごしてきたの で子供も今1歳になって子育てとか含めてこの大自然の中で暮らせるのは本当に最高だなと心から思ってます。なんで、まあ、僕個人としては寒いのがすごく苦手で、もし何かアドバイス等あれば教えてほしいです。よろしくお願いします。まあ、僕はアルウィンでは試合したことないんですけど、まあ、雰囲気がとてもいいと思いますし、まあ、しっかりそこで自分がプレーできたら最高なんじゃないかなっていうのはあります。松本氏の印象としては、まあ、先ほど籠井さんも言ってた通り、まあ、自然がすごく多いのと、まあ、今日朝車とかももう前見えないぐらいに凍ってたっていうのがすごく印象的で、まあ、あと、まあ、休みの日とかは何をしたらいいかとかどこ行ったらいいかっていうところをまた教えていただければ嬉しいと思います。はい、自分は一回去年ルヴァンカップでガンバ大阪の時に、スタジアムでプレーさせていただいて、まあ、僕は嫌っていうよりはやっぱスタジアムと観客の皆さん、ファンサポーターの皆さんとの距離がやっぱ近くて本当いいスタジアムだと思いましたし、まあ、自分はそういうスタジアム、まあ、パナソニックスタジアム、まあ、スイタか今もう、まあ、そういうサッカー専用というか近い距離で、まあ、皆さんのその声だったりっていうのがすごく、身近に感じられて、自分はとても楽しくプレーできる環境だなと思いました。松本氏の印象は、まあ、寒いですね。とりあえず自分も寒いのが苦手なので、まあ、本当体調管理気をつけてやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。自分はアルウィンではプレーしたことないんですけど、まあ、やっぱりあのサポーターの皆さんとの距離感だったりっていうのは、まあ、なかなか J3 のスタジアムでは味わえない雰囲気だと思うので、そういった声援を背に、まあ、自分のストロングの部分を出して、まあ、頑張っていければなというふうに思ってます。松本氏の印象は、まあ、昨日なんですけど、昨日、まあ、ちょうど家を探しに、まあ、車出てたらすごくおしゃれなカフェだったりというのがすごく多い印象で、まあ、自分はすごくコーヒーが好きなので、そういったカフェ巡りだったり、まあ、自分が、まあ、落ち着ける場所をちょっと見つけられればと思っているので、もしおすすめがあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、先ほども言ったんですけど、アルウィンで僕は何度もプレーして、なんかすごいやられそうだなっていうような雰囲気をアウェーのチームながらすごい感じていて、まあ、正直に言いますと、
そんなにチャンスじゃねえだろっていう時もふわーって言ってたんで、いやこれはすごいなと思いながらコーナーの時水飲みながらすごいそれを考えてたのを覚えてますね。まあ、でも最初柴田さんが僕に話をしていただいた時も山川はこのサポーターあってのチームだっていうのをすごい強調されていて、いやまあ本当に山川っていうのはすごいそこが名物というかそういうチームだと僕も思ってますのですごい楽しみです。松本市には僕は昨日の夜入ったんで、まあこれからいろんなところを見ていきたいなと思うんですけど、はいまあどこかいいとこがあれば僕も本当知りたいのでぜひ教えてください。よろしくお願いします。松本には去年から1年近く住んでいたんですけど、まあ、1年間住んでみて感じたことはやっぱ暖かさをすごく感じました。それと、松本城があって城下町特有の建造物とかがすごいあって、自分の地元が埼玉県の狭山市なんですけど隣に川越市があって そこの川越も城下町みたいな小江戸のような作りになってるんで結構親近感を感じていました。僕も去年から何回かアルビンでこう試合を見させてもらって、でホームではもちろんなんですけど、アウェーでの突戦も見に行った時に九州にこれだけ人が来るのかとかなりびっくりして、まあ、その試合負けてしまったんですけどもう応援だけに感動しました。で、まあ、松本のいいところは、まあ、近くにイオンしかないんですけど逆にそれがサッカーだけに集中できるかなと思っていいと思ってます。で最近ちょっと神社巡りをしてるんでいいところがあれば教えてください。自分は去年のサンフレッチェ広島戦をホームで観戦させてもらってファンやサポーターの大声援にすごく鳥肌立ったのを覚えてます。してまだこっちに来て3日目なので、まあ、何も分からない状態ですし、あと免許をまだ取ってないので自転車で行ける範囲で何かいいところがあれば教えてもらいたいです。お願いします。自分もアルウィンでは何度かプレーしてるんですけど、まあ、最高の雰囲気でしたし、まあ、そこで自分がプレーできるっていうのはすごいワクワクしてます。松本の印象、松本氏の印象はそうですね、とりあえず寒いっていうのと、うん、まあでも結構街並みが好きでこれからちょっと生活してって楽しんでいきたいと思います。他にサポーターの皆様一発芸以外で何かご質問があれば。そうですね、まあ、松本はまあ、守備が堅いっていうイメージがすごい強いのですけど、やっぱりまあセンターバックがしっかりしてる、まあ、そこで自分が入ったということはもっと自分がしっかりしないといけないですし、うん、チームをしっかりまとめて、まあ、自分の良さだったりチームの良さを引き出せるように、まあ、全力でプレーしたいです。まあ、その松本に長く在籍した選手がいなくなったということで、まあ、新しく入った僕たちで、まあ、しっかり強いディフェンスを作るってとこと、まあ、僕自身も、まあ、そんな守備がめちゃめちゃいいっていう選手ではないので、まあ、しっかりそこは松本、まあ、監督とともに、まあ、しっかり練習をして、まあ、堅いディフェンスができたらいいなと思っています。はい。センターバックの選手が多い中で自分が競争に負けないようにどんどん、キャンプから、頑張っていきたいなと思っています。以上です。他は、では後ろの男性の方にマイクをお願いいたします。はい、そうですね、まあ、ああいう、まあ、すごいオーラを持った方なので、まあ、皆さんまあ、大体自分に聞いてくるのは、いやすごく怖いんじゃないかとかすごく厳しい監督なんじゃないかっていうことを聞かれるんですけど、まあ、1年間一緒にやってきて、まあ、そんなことはなくて、
まあ、ちゃんとすごく感情を持った方で、まあ、笑ったりもしますし、まあ、アドバイスもくれますし、まあ、すごくなんていうんですかね、まあ、程よい距離感といいますか、まあ、監督と選手の距離感ってすごく難しいと思うんですけど、まあ、近すぎず遠すぎずすごくいいバランスを持った人だなっていうのが、まあ、1年間通して、まあ、一緒にやってきた中での印象で、まあ、監督が新しく布さんになるということで、まあ、みんな競争だったりとかが激しくなって、まあ、サポーターの皆さんも、まあ、不安なところもあると思いますけど、まあ、自分が1年間布監督と一緒にやってきた中では、まあ、布監督だったら必ず、まあ、チームをまとめて、まあ、選手たちも一緒になって、まあ、J1 に昇格に向けて、まあ、一緒になって1年間通して戦えるというふうに思ってるので、まあ、そこは安心していただければなというふうに思います。はい、自分としてはやっぱし2桁得点というところは目指したいと思ってますし、もうそれ以外のところでも、まあ、自分フォワードなので、まあ、しっかり、まあ、点を取ることを、まあ、一番に考えますけど、まあ、そう点につながるプレーだったり、そういったところでチームの得点源になっていければいいなと思っています。自分は、まあ、ちょっとどんな感じか分かんないんですけど、出た試合には必ず1得点以上取りたいなと思っています。まあ、自分は出た試合で得点を取るっていうふうに思ってますが、やっぱりチームが勝つことが一番大事ですので、やっぱ得点に絡むようなプレーだったり、自分が得点を取れればなっていうふうに思います。そんなに点が取れないような印象は僕はなかったですけど、まあ、僕もかなり点には絡めるようにやっていきたいと思います。自分は、まあ、シンプルにマサヤで応援していただければ、まあ、活力になると思いますし、まあ、ミスは誰にでもあると思うので、まあ、保険をかけるわけではないですけど、まあ、尻を叩いて後押ししてくれればなというふうに思います。はい、自分は苗字で呼ばれるよりは下の名前でアキトと呼んでもらえる方が嬉しいので、まあ、下の名前で呼んでもらえたら嬉しいです。あと、まあ、それ多分、まあ、口が悪く言われて言ってましたけど、まあ、それは自分のプレーがやっぱしダメだったから言われていると思うので、そこは真摯に受け止めて、しっかりプレーで、プレーで、そうですねプレーでしっかりいいプレーできるように頑張っていきたいと思います。僕も森下でも、僕は森下でもレイヤーでもどちらでも大丈夫です。まあ、先週、まあ、誰にでもミスはあると思うので、まあ、しっかりどんどんやじってください。はい、選手からは過去って呼ばれることが多くて、サポーターの方からは過去いいって言われることが多いんですけど、全然感情のままに好きに呼んでもらって大丈夫なんで、はい、よろしくお願いします。自分は、まあ、乾でも大地でも好きに呼んでもらえたら嬉しいです。まあ、厳しく言ってもらえることは嬉しく思いますし、まあ、逆にいいプレーだったりとか勝ったりした時はいっぱい褒めてください。まあ、自分は山田真人なので、真人っていうふうに応援される方が自分は嬉しいです。以上です。自分の苗字が村越なんですけど、キーパーの村山選手とちょっとかぶってしまうので、まあ、下の名前で会があってちょっと言いづらいんですけど、呼んでもらえたらなと思います。で、まあ、いいプレーをしてもやじってくれて大丈夫です。三田でも春樹でも好きなように呼んでいただければと思います。で、自分の苗字が基本的に珍しい苗字なんで、三田って呼ばれることが多いです。以上です。僕も下の名前で、ゆうとで呼んでもらえたら嬉しいです。まあ、ヤジが少なくなるようなサッカーをしていければなと思います。よろしくお願いします。質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、では最後、
まあ、僕山形と水戸に J2 の時にいたことあるので、まあ、古巣戦はすごい楽しみにしてます。山形に来た時にアウェーで試合する印象イメージはあんまり持ってこなかったですね。アルウィンで試合がしたいってことをすごい楽しみにしてたんで、まあ、相手というよりかは僕はもう早くアルウィンで試合したいです。すいません、こんな方。対戦を楽しみにしている選手はやっぱり去年お世話になった水本選手と、あの大学の同期で4人いるんですけど、みんな J2 なんで対戦を楽しみにしています。以上です。自分はちょっと J2 全然知らないんでちょっと、まあ、どこと戦ってもまあ全部倒すぞって気持ちで頑張っていきます。自分は京都サンガ FC ですね。新卒で自分と同じ地元の子が今年あのサンガに入団したので、やっぱり負けたくないですし、まあ試合に出ることがあれば倒してやろうっていうふうには思ってます。対戦したいチームはまあ特にないんですけど、まあ、早くアルウィンでプレーしたいです。古巣の福岡とあと地元の長崎で一回も試合したことないので、その2チームとの対戦は楽しみしてます。対戦したいチームっていうのはないんですけど、まあ、基本試合がおるチームとの対戦は楽しみにします。対戦したいチームは、まあ、山形で、まあ、自分同期入団の選手とすごく仲良くて、まあ、その山形はまあ去年の夏から行かせてもらったっていうのもありますし、まあ、今年はその同期の野田選手がいるので、まあ、しかもセンターバックなので、まあ、試合出るってなったら絶対マッチアップすることになると思うので、しっかりそこで、まあ、勝負勝って、その後の試合後の話するのが楽しみにしています。まあ、自分は去年までザスパにいたので、まあ、ザスパとの試合はすごく楽しみにしてますし、まあ、逆にザスパにいた頃よりもこの松本山雅で、まあ、切磋琢磨して、まあ、コツコツ練習を積み重ねた結果が、まあ、ザスパとの試合で、まあ、これだけ成長したぞっていうのを見せつけられるように、まあ、そして勝てるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。またご質問いただきました皆様ありがとうございました。ではワンソールお願いいたします。